ただひたぶるに米きて、柔らかならん人をとかく引き繕いてはなどかみざらん。心もとなくとも直しどころある心地すべし。下に差し向かいて見んほどは、さても老たき方に罪許しみるべきを、立ち離れて去るべきことも言いあり、折り伏しに恣意伝技の肌ごとにも豆ごとにも我が心と思いうることなく、深き至りなからんは意図口惜しく、頼もしげなき咎やなお苦しからん。常は少しそばしばしく心づきなき人の折り伏しにつけていで映えするようもありかし、などくまなき物言いも定めかねて痛く打ち嘆く。ただひたすらに米きて幼げな様子ですね、子供っぽくって子供めいて、柔らかならん人のおっとりとした人、ひたすらに子供っぽくってでおっとりとした人をとかく引き繕いては、あれこれと引き繕うっていうのは、男の側で望ましいようにいろいろとこう仕立てることですね、仕向けることです。自分の望ましいように仕向けてはなどかみざらん。そんなふうに妻に対して、妻となるべき人に対してしないことがありましょうか。そんなふうにするものですね、そんなふうに仕向けるものですね。心もとなくとも、はじめは頼りなくったって直しどころある心地すべし。いかにも仕込みがいのある感じがいたし、仕込みがいのある気持ちがいたしましょう。まあこんなのは後のあれですよね、若紫を自分の理想のように育てていく光源氏なんかの場合がこういう形に大体入ってくるわけですけれども、下に差し向かいて見んほどは、さても老たき方に罪許しみるべきを。まことに本当に向かい合って見ているその間は、差し向かいで見ているときは、そういう米きて柔らかな人も老たき方に罪許しみるべきを、可愛らしい方面、可愛らしい方面があるからして欠点を寛容に見許して見ることができもしましょうが、老たき方、その、まだ子供っぽい可愛らしさに欠点の方を寛容に見ることができることもありましょうが、立ち離れて去るべきことも言いあり、
お互いが離れてしまっているときに、しかるべきことを女の方へ言ってやって、つまり具体的に、必要な要件なんかを女の方へ言いつけてやったりして、あるいは手紙で書いてやったりして、そういう折に仕入れん技の、それに対して向こうで来てきたことが、あだごとにも豆ごとにも実のないことですね。それから豆ごとってのは真実の事柄、あるいは、浮気めいたことと誠実なこと、あらごとにかけても、また豆ごとにつけても、我が心と思いうることなく、自分一人で判断して行動することができなくって、女の人の自主的な判断、いうふうなものが、持てなくって、深き至りなからんは、心深い判断ができないのは、意図口惜しく、頼もしげなき人がや、なお苦しからん。男にとって誠に残念で、頼りにならないという欠点、この人はとてもこういうことについて自分の判断ができなくって頼りないんだと思わなければならない、その欠点、なお苦しからん。やっぱり男にとっては困ることでしょうよ。常は少しそばそばしく心づきなき人の、いつもは少し他人行儀でよそよそしい人、そばそばしく心づきなき人、よそよそしくって気に入らぬ人、気に沿わない人ですね。いつもは少しこうよそよそしくって気に入らないと思っている人が、折伏につけて入れ映えするようもありかし、入れ映えっていうのは、ね、意外ないい反応を見せて見直す、あ、こういう判断ができるんだというふうに見直すことのできるようなこともあるものですねと言ってる。普段はなんかそっけないような感じがしていて、気に沿わない人なんだけれども、いざという時に見事な判断を示して、で、その人を見直すような、そんなこともあるもんですね、などくまなき物言いも定めかねていたく打ち嘆く、そういうこまごまと及ばないところもないような、そんな物言い、女のことにつけて至らぬ熊もないような、
そんな物言いをする。この人も、馬の神もですが、定めかねて痛く打ち嘆く。でも、結局決めかねて、ひどくため息をついている。最後には、結局決めかねて、ため息をついている。つまり、妻にするのに、こんな個性を持たないような、おっとりとして少女めいた、そして自分の望むような教育の仕方で変えていくことのできる、そういう人がいいんだと思うけれども、それでもまたそういう人にはそういう人との欠点があるものだと。本当に時と思うような時に信頼できなくて、こっちが失望してしまうことがあるというふうなことですね。それに対して大変しっかりしていて、普段はなんか他人行儀なような感じがしているんだけれども、なんかことが起こるというと見事な心の働きを見せる。そういう人もいる。しかし、あれやこれや至らぬくまなく例を引いて、よく物事をわきまえているように話をするけれども、結局どれが本当にいいんだ、どれが最も理想的なんだということは決めかねて、ひどくため息なんかついていることだという。